お疲れ様です。おはよう。今日はね、すいません、時間がちょっと、放送時間が終わる時間が短くなるかもしれません。申し訳ないです。理由語りますね。銀行行かなきゃいけなくて、だからその3時前には、行っとかないといけないんで、ちょっと放送時間短くなります。いつもは3時間4時間やるんですけど、申し訳ない。こうイベント中の中でこういうことするのよくないんですけれど、おはようございます。はい、まだだからちょっと放送時間短くなるんで、本当申し訳ない。そこは後ろ鼻刺さってるよ。まあちょっと鼻詰まりがひどいんですけれど、まあそこはご了承ください。で、昨日ね、深夜枠ね、見てくれた方ありがとう。ね、面白かった、楽しかった。やっぱ深夜のパルちゃんが面白いっていう方もいるんで、ね、この深夜枠ね、イベントが終わった後でもやります。なので、期待しといてください。最近銀行の言い訳が多いですね。銀行はマジで3時に終わるんですよ。3時前に行かないと。で、平日はね、結構人並んでるんだよね、銀行って。実は、おばあちゃん、おじいちゃんがいてね。だから、俺30分待たされたことあるから、だから正直言うと、まあ、2時ぐらいにはもう出ておきたい。だから1時半ぐらいかな、今日の放送は。いつもなら、だいたい2時半ぐらいに終わるんですけれど。はい。いや、申し訳ないなって感じですよ。ネット口座作ればいいじゃん。そうしますね。ネット口座を今日銀行行って相談して作ります。じゃあ、はい、話してね、やろうかな、それで。いや、もうイベント最終日の前日だよ。そんな前日の日に1時間半しかやらないって生ぬれることはやらないよ。ねえ、もう本当にちょっと用事があって行かなきゃいけないんです。そうなんです。まあ、皆さん期待してくれてるってことだから頑張るけれど、すいません、本当に。こんにちは、お疲れ様です。でも最近配信は頑張ってるつもりです。深夜にね、絶対定時放送やって、そしてね、こうやって炎上ニュースやっている。皆さん頑張ってると思いませんか？お疲れ様です、政治リスナーさん。別に頑張ってない豚。俺は頑張ってるつもりなんですけど。あ、そうですか。まあ、誹謗中傷が多くてね、草なんですけれど、今回、社会的ニュースもやるんですが、誹謗中傷に関して、まあ、ニュースがあるんで、皆さん、耳をかっぽじって聞いてくださいね。はい。じゃあ、やりますか、今日も。炎上ニュース。おはようございます。わっちニュースキャスターの大森です。この放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな、昨日何が起きたの、それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントはやめてください。古いです、昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、みんなで作っていく放送枠なので。でやっていきます。ふわっち、大炎上、ニュースです。よろしくお願いします。
で、皆さん、今北にも説明しますけれど、今日は配信時間が短いです。理由は銀行行かなきゃいけない。なので、ちょっと、いつもなら3時間、4時間やっているところなんですけど、今日はすいません。1時半ぐらいにはもうちょっと外には出ていかなきゃいけないなと思っております。はい。申し訳ない。これは本当に言い訳になってしまうんですけれど。なので皆さん楽しみにしてる方々ね、ご了承ください、そこは。やる気ないな、やる気ないとかそんなんじゃなくて。本当に。ただ、今日も、深夜枠やるんで、まあ、暇な方がいれば来てください。深夜枠評判がいいんでね。閲覧低いんだけれど、こういう放送を待ってたと、声が上がっているんで。だから、そういう風に言ってもらえると嬉しいです。はい。じゃあ、いきます。ふわっち、社会的ニュースです。ふわっち社会的ニュースとは、社会に影響を与えたニュースを私がピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。なので、ふわっち社会的ニュースです。よろしくお願いします。はい。まず一つ目の社会的ニュースは、誹謗中傷に関してのニュースです。こんな事件があったそうですね。夜の配信も好きだよ。ありがとうございます。Mちゃんありがとうね。はい。昨日、ゆいがさん特集で、深夜ゆいがさんのことをね、取り上げてました。で、それじゃなくて、これですね。7人女性アイドルグループの、遊びシステムなどが所属する事務所、遊びシステムは、12月4日、公式 X ツイッターで、当社は所属タレントへの誹謗中傷及び当社に有する著作物に関する著作権侵害についてとし、法的処置を検討する、旨の声明を発表したということです。7人のアイドルグループに対して誹謗中傷した、まあ、リスナーさんたちがいると。さらに、著作物をね、勝手に使った奴らもいたということで法的処置を取ると。どうせただの脅しなんでしょうと思う方いると思うんですが、とある、大手 VTuber の、事務所が、犯人を逮捕したというふうにね、今日ね、報告してました。誹謗中傷で、まあ、脅迫めいた文を書いた人がいたんですよ。リスナーさんで。そのリスナーさんが逮捕されたとなっております。なので、まあ、皆さん、逮捕案件なんでね、人に対して誹謗中傷したりすることが。なので、控えましょう、これは。はい。いいですか？だから、例えば、俺を見た時に豚と言った瞬間に逮捕です。はい。養母を見たら猿って言ったら逮捕。聖女カバって言ったら逮捕。駒井君をロバって言ったら逮捕です。だから、ちゃんと、クリーンな配信でやっていきましょう。いいですか？タカシ見てタコも逮捕です。本人が言うのはいいと思います。僕はもう嫌です。豚って言われるのが嫌です。はい。本当に俺実は豚って言われて悩んでました。だ今後、この俺のことを豚と呼んだやつは、もうちょっと警察の方に相談する、まあちょっと、ことも考えます。考えないわけでもないです。いい度胸だな、おい、この野郎。一応スクショしとこう。はい。いい度胸ですね、本当に。はい。お前らね、誹謗中傷やめてくださいね。じゃあ次のニュースいきます。
政治10万返したよ。うん。あと82万。頑張って借金返済します。次がね、あ、これはびっくりしました。なんと、インフルエンサーがまた再逮捕されたということらしいです。名前は Z リーダーですね。あと、リッキーダディダディさんも逮捕されたと。まあ、前から逮捕されてるんだけど、再逮捕かな。うん。クラブ襲撃 Z リー再逮捕。ラッパーのリッキーダディダディらと男性を集団で暴行かと。怖いね。やっぱり、表面上だけじゃなくて、中身までどす黒かったってことですね。こうボコボコにして再逮捕されたってことで、また警察がね、発表しました。画面が変わってない？ちょっと画面変えるね。これで見えるかな？どう？これはもう、リッキーダディダディっていうのは、だからあれだよ。まあ、芸名の名前を貼ってるだけでしょ。変わった？リッキーかっこいいのに深いよね。うん、よく言われるリッキーさんのこと深いというよね。でも警察は、まああれだよね。本格的に、徹底的に詰める感じだよな。こんな再逮捕をいっぱいしてるわけだから。Z リー側は特流っていう風に言われてるから、警察も逃したくないんだろうね。ガチガチに固めるんじゃない？犯罪といった犯罪を集めて。で、起訴させて、それで、まあ、なんか、ね、捕まえるって考えがあるんじゃない？実刑とか。火薬さんじゃないですね。殺されるぞ、お前。大丈夫か？怖いよ、この人たちは。気をつけないと。昔、海老蔵を殴った半グレ、のやつに似てる。あれね。だっけ、名前なんだっけな。黒人だよね。黒人っぽい人。黒人のハーフ。確かに似てるかも。あ、伊藤リオンね、そう。まあ、そういうことです。じゃあ次のニュースいきますね。不起訴になるんやない？だから警察側も必死で、やったことに対して、犯罪を集めて起訴しようとしてるんでしょ。ね。だからもっと出てくるんじゃない？その Z リーダーがやったことに対しての部分で。Z リーの正体は特流って言われてるからね。警察たちが、追っている犯罪組織のでかいやつだからね、その幹部とは言われてるからね、リーダーとも言われてるし、捕まえに行こうとしてんじゃない、じゃあ次のニュースいきます。わいせつも、さはたらしいね。わいせつもさらしたらしいね。そうなんだ。コメント消えたけど。わいせつもしたらしいね。そうなんだ。じゃあ次のニュースいきますね。次がね、投資で騙される。皆さん、やっぱり最近投資詐欺が流行ってます。うちのね、配信仲間のロビンソンさんや、善一くんが投資詐欺でね、騙されてるわけですよ。そしてやっぱり一般世間でも騙されていると。気をつけてください。こういうことらしいです。怖いね、本当に。気をつけないとね。今日のふわっち非公式セカンドさんのリポストから、一緒に投資を中国ハーフ女性を名乗る人物に好意を抱き、70代男性3000万円を騙し取られる。男性が出金しようとする際に相手から税金が先に必要と言われ、金融機関で振り込む
ための現金を引き出そうとしたら詐欺かもしれないと指摘され、被害に気づいたということらしいです。怖い怖い、ハニードラップです。はい、どんなにねスケベ心を持っていても、女の人から指示されてお金を下ろす男はもうそれはもう目に見えてる末路、はい、絶対に女に指示されてもお金を下ろさないように、自分の意思で考えて、そして現金を渡してください。はい、気をつけないと。佐野さんとか危ないよね。うん、女の子にいろいろとね支援してる佐野さん、遺産がいっぱいある佐野さんね。佐野さんって正直本格的な詐欺にガチガチなってないんだと思う。佐野さんをガチガチ騙してやろうって女が現れたら、俺佐野さんやられると思うよ。まだその犯罪は嫌だなっていう風な、そのギリギリのラインを攻めてる女の子たちだけなんだよ。でも犯罪を超えてもいいっていう女性が現れたら、佐野さんもう根こそぎね遺産持っていかれると思うよ。ああ、ハニトラに弱い佐野、そうなんですよ。妊婦さん危ない？いや、妊婦さん意外にね警戒心強いから大丈夫でしょ。まあそういうことなんでね、女の人にお願いお願いって言われても、よく考えて投資してくださいね。はい、じゃあ次のニュースいきますね、はい、で今日はねピンクニュースあったんですけど、俺最近ピンクニュースを取り扱ってて気持ち悪いなって感じてるんですよ。だから今日は取り上げません。申し訳ないです。ピンクはちょっと最近気持ち悪すぎて、なんかどんどんそのピンクをやっている俺が気持ち悪いっていう風に日に日に感じてってて、でもリスナーさんがそれを求めてるのも分かるんだけれど、いやだから申し訳ない、そこはちょっと今日ピンクなしでやりたいと思います。はい、ごめんなさいね。いや本当はリスナーさんにねやりたかったんですけれど、ありがとう、みんなそう言ってもらえると俺もなんか安心する。ありがとうございます、本当にありがとう、みんな。じゃあ次のニュースいきますね。はい、次がね、こんなね変態事件があったそうですね。気をつけてね皆さん、ピンクではないですよ。ちなみに気持ち悪いニュースです。入っているコンドーム気をつけてください。包装し直し陳列、使用済みのガムを店舗に並べたか誤って購入した客も73歳の男逮捕、静岡と。使用済みのガムをね店舗に並べて、食わせた罪で逮捕された男性がいるということです。で俺はこれね、今ピンクの話したくないっていうオチを作って、その後にピンクの話をする予定だったんですよ。だからこれゴムっていう風に俺見えててさ、だからこれちょっとピンク寄りだなと思ってやったんだけど、ガムでした。はい、すいません。いや、そういうオチにしようかなと思って、ピンクの話はもうしませんの後にピンクの話をするってかぶせオチをしようと思ったら、これゴムだと思ったらガムだったわ。すいません、ちょっと寝ぼけてます。まあそういうことだったってことですね。面白くないっすね。いや本当にそう思います。はい、じゃあ次いきますね。はい、こっから皆さん大好きなふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。お待たせしました。ちょっと社会的ニュースいまいちだったんでね、大炎上ニュースで取り返したいと思います。はい、ただちょっと今日は放送時間短くなります。申し訳ない。ちょっとねそこだけ1時間半ぐらいで終わろうと思ってます。はい、
じゃあ、まず一つ目の、炎上ニュースは、これちょっと遅れちゃったんで、先にやっときますね。離婚ですね。はい。なんと、あの、有名な、あの、ふわっち配信者が離婚したそうです。これですね。名前は無敵金さんらしいですね。離婚配信お互いしましたと、お互い別々の道を進むだけ、それだけだよと、出会いがあって別れが来た、俺も自分の人生精一杯生きると、リスナーさん一緒に生きていこうということで離婚だそうです。無敵金さんがね、寂しいねこれね。はい。で、一応相手の方は誰なのっていうね、ちょっと知らない人のために言っとくと、この方ですね。ミキティさんって方ですね。可愛らしい女性と、まあ離婚したと。結婚してたんだね。俺は全然結婚してることさえも知らなかった。だから配信をやってると、やっぱりね、価値観が合わなくなってくるんだって。だからまあそこのズレでね、離婚ということです。はい。まあ、ぶっちゃけ言うと配信者は、あの、はっきり言うわ、あの、結婚してうまくいく人もいるんだけれど、まあ、基本的には彼氏彼女は作らない方がいいね。うん。やっぱり、あの、配信の理解を本当にもっと、あの、理解してくれる女じゃないとうまくやっていけないよね。男も女も。やっぱり、あの、子供が生まれたりとかしたら子供優先になったりするしね。うん。でもこれが仕事だったりとかするから、いろいろとね、大変だよね。マサヤンとかも、だからマサヤンの嫁さんとか養母の嫁さんできた嫁さんだよね。ただやっぱりそのお互いに配信をやっている状態で、あの、放送している配信者たちはやっぱ破局が多いかな。自分のリスナーさんがいて、で自分のリスナーさんがいて、でそのリスナーさんに空気入れられたりポンプ入れられたりとかしたりとか、喧嘩した時はめちゃくちゃね、そういう風にやられたりとかするし。だから養分とマサヤンの特徴って、嫁さんが配信してないことなんだよ。だからそこら辺が多分うまくできる秘訣なんだと思うよ。やっぱ配信をやってる同士でうまくやっている配信者なんて聞いたことないもん。なんやかんややっぱね、揉めてるよね。あ、中山、確かに。中ちゃんもそうだね。まあ、でも中ちゃんってほら、もう長年連れ添った女でしょ。だからそれはもう絆がそっちの方が強いんだよ。うん。だから昨日中ちゃんの情報来てたよ。あの、ハトコメで。中ちゃんはいつも遠出すると嫁にセクシーなパンティを買ってると。来てた。そうなの、中ちゃん。そんなスケベなの？すごい来てた、なんか中ちゃんの情報が。だからそういう仲良しなんだよね。特徴としてね。トム池と静香ちゃん。どっちも同一人物なんで、そんなこと言われても。はい。パルは遠出して、パンティーなんて買ったことないよ。だって、パンティー屋さんに入れないじゃん。中ちゃんは何？パンティー屋さんに一人で入ってるってこと？怖いね。怖くて、中ちゃんちょっと見る目変わるよ、俺。じゃあ次のニュースいきますね。次がね、ああ、これびっくりしました。生存確認が取れました。はい。まあ、ちょっと当てれないと思うんだけれど、久しぶりにツイッターの方で生存確認ができる投稿があったと。金梅さん以外に。それが誰なのかってことなんですが、この方です。まあ、わからないと思うんでね、パッと出しますね。
名前は、ね、これかな。ラミ屋さんですね。8月10日から何もツイートしてなかったラミ屋さんが、ようやく12月になって、投稿しました。はい。まあ、いつもね、ラミ屋さんって、なんかツイッターの投稿とかさ、そういうのをしてなくて、生きてるのかどうかってわからない状態で、よくね、DM でも来てて大丈夫かなって心配されてました。ね、俺もたまに取り上げたりとかするんだけれど、で、死んじゃったんじゃないかなって言われてたんだけれど、昨日ね、ラミ屋さん、しっかりと、もう春だねと投稿してたということです。生きてました。よかった、これね、生きててね。はい。やべえだろ？いや、もう春だねって言ってるから、だからもう春を感じてるんだよ。もう年末だねが正解だろ、バカ。あ、ごめんなさい。もう年末だね。確かに。あ、書いて春じゃないわ。ごめんごめん。頭がおかしくなってた。俺が間違ってました。もうダメだね。本当に、ちょっとおかしくなっちゃってる俺も、脳みそがね、脂肪で圧迫されて、脳みそがおかしくなっちゃってます。すいません。だって、もう春だねっていうふうに言った瞬間に、いや、年末ってだろっていうようなコメントがあって、それを俺が間違ってない前提で喋ってたわ。すいません、俺が間違ってました。ラミアさんがもう春だねっていうふうに言ったことを、なんかそのまま話し続けてたわ。すいません。まあ、とりあえずラミアさん生きてました。はい。じゃあ次のニュースいきます。次がね、皆さん、もう一周忌です。はい。準備できてますか？ゆいがさんの、1年がね、もう僕は、1年がもう少しだということらしいですね。昨年、ゆいがが殺された多摩川スーツケースの殺人事件。ゆいがが殺されたのは、犯人宅を脅された12月15日の夜から12月16日の早朝にかけてと言われている。つまり、ゆいがの命日は12月15日か16日ということになる。そこで結衣の一回忌として12月15日にツイキャスにて結衣が記念日を配信するということらしいです。便所さんは。皆さん、結衣さんのことを忘れてませんか？もう1年経つんですよ。今月です。くしくも12月13日という結衣の日にも近いですね。これは何の因果かわからないけど。12月13日、14日飛んで15日。こんな日になりました。ゆいがさんは何があったかっていうと、元カノにぶち殺されたんです。はい。元カノに対してひどい仕打ちをしていたと。クレジットカードを勝手に使い、お金を引き下ろしたりとかしてね。まあ、それでね、結構、その元カノの親御さんを怒らせていたと。ミクちゃんに対してもストレスを与えて、ミクちゃんがね、入院したりとかしていたと。なので、その一家たちはある計画を立てました。それが結衣がね、殺人事件ですよ。結衣がさんのことを殺そうと計画を立てて、本格的に、家まで呼び出してね、睡眠薬を飲ませて、結束バンドさせた後にお父さんが結衣さんの首を絞めて殺してしまったと言った悲惨な事件だったということです。その後、スーツケースの中に入れられて、結衣さんは、そのミクちゃんたちの近い河川敷のとこで、どんぶらこをね、川に流されてしまって、川崎のハゼ釣りの夜釣りの方に見つかって、
それで、大きくね、ニュースになりました。ハゼ釣りの人にハゲが見つかる。だから怖かったね。で、ミクちゃんが、何をしていたかっていうと、ユイガさんの携帯を使ってなりすまして、いろんな配信者たちをユイガさん生きてるかのように、アリバイ工作をしていたと。ただユイガさんは執念が深くね、死んだ後も死後の念が強く、すぐに見つかったから、その LINE のアリバイ工作が矛盾が出て、これ犯人からだっていうふうに話題になりました。そんな、ことでした。だ今年一番でかかったニュースは、ユイガさんのことを殺したミクちゃん一家ファミリーだね。あとミクちゃんの彼氏さんと。この5人が逮捕されたことが、俺は今年一番でかいことだと思っております。で、みんなもそう思ったでしょ？表彰状ありがとう。ちなみにお父さんは、インタビューでこういうふうにね、言い放ってます。殺して後悔はないと。大体罪悪感とかでね、後悔してますとか言うのがね、大体そういうふうな感じだと思うんだけれど、お父さんは本気でこの部分は後悔してないってことを、ね、言い放ってるんで、多分今は清々しい気持ちなんじゃないかな。ってことですよ。判決は出てないんだよ。だいつになるんだろうね。裁判になって判決出たらニュースになると思うから、その判決がなる、いつになるか分かりません。俺一回ね、マコヨシオさんに面接一緒に行くかって誘われてるんで、時間が合えばちょっと行ってきます。どんな感じなのか。いろいろ聞きたいこともある。雑談たぬきの実況は、ミキちゃんファミリーが書いていたのかとか、その聞きたいね。面会だろうが、そう。まあそういうことですね。まあ愛が強いがゆえですよ。まあとりあえず、で、くしくもね、この12月15日、機長さん企画、100万円かけて機長さんの企画、紅白歌合戦にもつながります。だから、すごいね、これ、機長さんたちも多分狙ってはないと思うんだよね、普通に。本当に重なるね、たまたまが。あと、紅白歌合戦に対抗するべく、川上ちゃんも始動しました。大手の紅白歌合戦に対抗すべく、キテレツ室井が立ち上がった。室井がね、裏紅白歌合戦と、仮想配信者たちが集う配信日時、12月15日の夜の7時から、11時と、月には勝てない小さな星々、照らしてほしいあなたのエールで、ということで、やるそうです。まあ、時間帯はちょっとずれるんだけれどね。だから、機長さんたちが紅白歌合戦終わった後のおこぼれをもらうっていう感じかな。この面々たちが歌うということらしいですね。室井くんは司会うまいからね。で、俺はこの企画はいい試みだと思う。やっぱりね、大手さんがやってるから私たちやらんとこうとかじゃないんだよ。で、それに被せて頑張ろうっていうこの精神、前向きな精神、いいと思います。何目線ですか、豚。いや、俺は一応ね、長年やってきた目線で、すごいなっていうふうに尊敬をね、今言ってます。呼ばれもしない豚。ちょっと忘れ、呼ばれてます。田崎、忘年会呼ばれてます。呼ばれてないとか言わないでください。忘年会来てねって呼ばれてるんで、僕も15日忘年会行ってくるんでね。呼ばれてないっていう勝手な印象操作やめてください。紅白歌合戦呼ばれてない？誘われてます。前座で炎上ニュースでやったらどうかいっていうふうに言われてるんですよ。
ただ、さすがにそれはできないので、僕は配信、リスナーさんと同じ目線でね、見たいと思います。だから、仲間外れみたいな言い方やめてね、だから。お願いします。はい。いいですか？ちゃんと呼ばれてるんで。じゃあ、次のニュースいきますね。いや、俺音痴なんだよ、めちゃくちゃ。歌は歌えない、正直。空気読めない豚だから読みません？お前誹謗中傷だぞ、気をつけろよ、口の聞き方。舐めんじゃねえぞ、お前、この野郎。で次がね、くるちゃんが仕事を辞めたかどうかって話ね。だからくるちゃん結局辞めないとか、そういうなんかコメントで溢れてたんだけど、もうくるちゃんが正式にツイッターで上げてました。辞めました。はい。辞めたということらしいです。くるちゃん、仕事辞めて家から出れないと。会社の電話も出れない。こじらせながらこじきしてるよ。ということで、ラップをかましてやってますよ。ってことです。まあ、介護系の仕事をやっていて、上司がちょっときついということでね、仕事を辞めちゃったんですよ。で、仕事辞めて今 TikToker とかになって頑張ってる感じですね。昨日ちょっとチラッとね、外側で放送を見てたんだけど、俺ね。彼氏がいることを公言して、まあ、稼ぎたいと。嘘をつきたくないということで。はい。くるちゃんくるちゃんなりに配信業で一本でやっていこうという気持ちをね、声明で出してましたね。はい。辞めたら電話かかってくるの？だから、辞めないでって電話じゃないの。はい。彼氏誰？マッチングアプリで会った男性ですね。いい男らしい。俺は見たことないけれど。飛んだんじゃね？確かに会社の電話も出れないって、確かにどういうことなんだろう。仕事を辞めたんだけれど、会社の電話も出れない。飛んだってこと？手続きしたの？いや、わかんない。したかどうか。その後も迷惑？いや、わかんない、これは。引き続きとかあるし、急に辞められないでしょ。まあ、介護系はそうだよね。やっぱルーティーンあるよね。ルーティーンというか、その人員に関してのやつでね、いきなりパーンって抜けたら、その人が2倍に負担かかるからね。いや、バックレたかわからないよ、これ。実際。あ、電話する？出るかわからないよ。じゃあ、くるちゃんに電話してみます。たまに出てくれる、くるちゃん。たまに。出てなきゃね、出てくれるんだけど。いや、くるちゃん意外にうんことか処理してたからね。毎日うんこ処理だって。おばあちゃんおじいちゃんの。介護は大変だと思うよ。苦しいと思う。食事室？あ、ごめんね。あ、出ないわ。仕事かな？お前の言い方無理？なんて言えばいいの？うんちって言えばいいの？うんこなの？言い方ってどうすればいいの？そんな無理だよね、言い方なんて言われても。こういう言い方しかできないんだから。まあ、食事中、ごめんね、じゃあ、本当に。排泄物？うん。了解です。そんなこと言うなよ。まあでも、すいませんね、それは本当に申し訳ない。本当ごめんなさい、それは。ドライカレーは本当にごめん。じゃあ次のニュースいきます。
次がね、ああ、とある配信者がアカウント削除ですね。アカウントを消しました。それがこの方ですね。びっくりしました、俺は。知ってる方いるかな？あ、これ、一回一回出すのめんどくさいな。ふわっち感心さんのやつでいいや。名前はサプリくんですね。サプリくんが昨日アカウントを削除しました。で、大騒ぎになりましたね。あ、サプリくんどこ行ったんだって話で。心配の声が上がってたんですよ。該当するユーザーが見つかりません。アカウント削除ということでね、消されていたんですが、こうパーって上の方に行くと、サプリくん、アカウント作り直して復活です。俺は面白くてかっこよくてバカで、病気で依存でメンヘラってことで、復活しました。お帰りなさい。よかった、帰ってきてね。何がしてんだよ。だから、なんか理由は、なんかタイでアイテムが全然飛ばなかったことを理由に、なんかメンヘラを起こしちゃって、それで消したって話なんだよ。だから、まあ、今度から気をつけてねって意味なんじゃない？だから、またその自分の大事な時とか、そういう勝負ごとに負けたりとか、飛ばなかったりとかしたら、またアカウントを消す可能性があるということですね。新規アカウントだから、ガンガン消せるしね。ダサいくはないけど、まあでも、サプリ君的にはやなことらしいね。仕方ないですよ。イベント1位だったけどな。だから、イベント1位だってメンタル回復したんじゃない？鼻に刺さってる？なんか鼻がね、鼻詰まりしてるんだよ。息苦しいです、今だから。あ、後ろのやつね。後ろはどうでもいいでしょう。気にしないでください。もうええでしょう。それは、後ろは。じゃあ次行きます。ちょっと待ってね。次がね、あとはもう、本タイトルですね。ちょっと早めに切り上げるんで、それで本タイトルしたいと思います。とある配信者が、クビ！なんとある配信者が、クビになりました。嘘だろーい！昨日閲覧1万1000人を叩き出しました。その話題の男がクビです。大騒ぎですよ。その人の名前はなんと、500ナイスってやるんでいいですか？ 500ナイスポチッと。お願いします。ポチポチっと500ナイスで。ああ、言いたい！早めに早く言いたいなぁ。言わせてほしい。もう言いかけてるもんね、俺。ああ、言いたい！ああ、言いたい、言いたい。ああ、言いたい！いけるか、500。500ポチッと。あと115人で。アイテムがゼロ？そんなことないでしょ。飛んでるよ、普通に。96円。嘘だろ？ 96 円はないわ。リサさんお願いしますね。500いける？ちょっと。
リアルタイムで3000人超えてるのに、何し1000いかないんですか？嫌われなもんでね、なかなか押されません。てかさ、あと他なんか、これ抜けてるよっていうニュースある？一応補足で、500行く前に。あとはなんか俺が抜けてると思ってるのが、山田のハーレム配信ぐらいなんだけど、他になんかあったっけ？特にないよね。で、関西やったよ。はい。最近噛みすぎるよな。そんなに噛んでる俺。4人ぐらい女集めて山田の家で泊まってるよな。あれ、エッチしてるよ、あれ。誰かと。こっそりね。だから新人配信者現れたよね。ちょっと名前忘れちゃったけれど。この子ね、駒井くんのことが好きだって今日朝の放送で見てた。なんか魅力的な女の子だったね、これね。最近やり始めたらしいけれど。あ、せいじ車買ったアルファードだっけ？まだでも納車してないでしょ？車来てないでしょ？まだ。買っただけでしょ？あ、断ったの？嘘つかないでよ。ねえ、買ったとか。結局買わなかったんだ。買ってほしかった。で、買って、それを乗り回してほしかったね。俺、セイジにはバス買ってほしいね。大型免許あるから、セイジ。だから、でかいバス買ってもらって、運転してほしい。あるでしょ、バス。置く場所ないけどね。普段困るやん。確かに。大型ニシンいんだよ。バスって大型ニシンいるの？誠司さんじゃあ足りないのじゃ。トラック運転やろうでしょ？誠司さんって。高橋もトラック運転やろうだよね。昨日確約してたのに。そうなんだ。大型一種でも行けるって、だから乗れるんだよ、やっぱ誠司さん。だから小型のマイクロバス買えばいいんじゃない？それで、で、移動しようよ。お客さん乗せなきゃ大丈夫だよ。それでみんなさ、ふわっちの配信者たちの家に各階回ってさ、乗せて、そのままみんなでキャンプしたいね。20人ぐらいで。野球したいね、それで。でもバスを置く場所ないけどね、確かに。あと50人ですね。いけますか？誠司がずっと運転するの？たかしは運転できるの？たかしもトラック運転やろうでしょ？いけるよね、たかしも。マイクロバスだったら。できるっしょ？君は何ができるの？僕はね、バスガイドさんやります。頑張ります。免許ないんで。邪魔？まあ確かに。言葉も詰まるしね。よくないですよ。豚ガイドさんって何ですか？お前免許もないの？にわかなの？俺の放送を見てて。免許がなくて、160キロで、顔もブサイク、働いてもない。ね。今、ポイント96ポイント。ね。生きてる価値あんの？って、話しかけてきてもいいです。はい。それぐらいの、底辺人間です。OK ですか？金もないしね。無職だし。東京地震大丈夫？昨日も地震起きてたよね。やばくない？なんか、どでかいの一発来んじゃないの？これ。今年中に。それか年末明けてあったもんね。一発目でかい地震がさ。ちょっと怖いな。あ、揺れてない？なんだ地震って。じゃあ、さっきの地震のコメント欄は。バトルでたっぷり飛んでるだろ？
いやでもイベント全然ダメじゃん。イベント勝ってよ、勝たしてよ。うん、多分バトルのポイントでイベント代にしてくれてたら絶対順位上がってた。こんにちは、カイト警備員さん、いらっしゃい。山田今からパクりますよ。山田に電話してみて。何？山田今からパクりますって。あー、分かった。もう490でいいわ。長い。あと23人。早くしてくんない？長くやりたくないんだよ、こっちは。飽きた、これ。じゃあ行きます。あの、急いでるから気に。とある配信者がクビ。その人の名前はなんと、なん、ああ、この方です。クビになっちゃいました。悲しいね、うん、狛江君の枠にて、閲覧ね、まあ、あの8000人に書いてますけど1万人超え。名前は Y3 を着ている男。それが直樹です。はい、直樹くんが藤沢奈々ちゃんのマネージャーを辞めました。はい、まあ、クビっていうか、もう直樹くん自身が不満を持っていたということらしいですね。直樹くんから、ね、話を持ち出したと。あれ？で、直樹くん自身、まあちょっとしんどいということを奈々ちゃんに言って、そこからいろんな配信者たちが集まって直樹くんの相談をしていたという感じですね。で、藤沢奈々ちゃんっていうとんでもないもう超有名な配信者なわけですから、興味や関心度がめちゃくちゃ非常に高かったです。はい、で結果的にどうなったかっていうと、彼氏になるかという話が、出ました。はい、結果的にね、その時は彼氏になるかみたいな話だったんだけど、一回断ったんですよね。いや、もう僕帰りますと、それで帰りますと、初めはなんか優柔不断でどうしようどうしようって感じだったんだけれど、奈々ちゃんが、その、彼氏になるかっていうふうに、優しさでね、多分言ったんじゃない？ちなみに、一週間ぐらい泊まってたのかな？奈々ちゃんち。もっとか？財布は、やっぱ、お金が貯まる一方で、家にいるだけで6万円ぐらい貯まったそうです。財布にね。奈々ちゃんの家にいるだけで、知名度も上がって、お金も増えていったと。すごくね、いい環境にはいたんだけれど、やっぱマネージャーという仕事と、あと家にずっといるということが、まあ、ちょっときつくなったということらしいです。まあ、もともとカズ軍曹のお店で、仕事、ね、たびたびサボりがちなんだよ。うん。だその部分が出ちゃったんだろうね、結局ね。あとなんか、門限みたいなのも、なんか、あるみたいな感じでね。まあ、門限って言っても、鍵が1個しかないから、その、鍵を開けっぱにしておかないといけないと。奈々ちゃんも寝てるからね。それまで起きてられないって感じの話をしてたね。で、まあ結局結果的に、どうなったかっていうと、まあ、そのままお家に帰りました。もう奈々ちゃんの家に直樹はいません。昨日熱いハグをね、施して解散したって感じです。はい。直樹くん、マネージャー、まあ、クビというより、自ら辞めたって感じですね。その後、直樹くん配信をやって、閲覧1500から2000人ぐらい集まったんだよね。ただ、なんか直樹くんがすごく豹変してるってことで話題を呼びました。俺はそれ見てないんだけど、すごく豹変してたの？ちょっと見てないんですけど。二重人格だった、直樹。そうなんだ。
で、閲覧1万1000人超えで、もう昨日ね、とんでもない閲覧数を叩き出したということです。偉そうだったよ。うん、過信君化してた？直樹くんで、ね、それは今閲覧1500から2000人ぐらい集まったかもしんないけど、自分の実力じゃないからね。完全に奈々ちゃんのことが興味があって、奈々ちゃんのことを心配してるリスナーさんが、直樹くんのことも心配してきてくれているリスナーさんだから。だからそれを自分のものだと思っちゃダメだよ。天狗になっちゃいけないからね。まあ言われなくてもわかると思うけれど。はい。でもその心配してくれてリスナーさんを獲得しようっていう考えはいいと思うから頑張ってね、配信。ワンライブ所属なの？いや俺知らない、それは。ワンライブ所属なの？それは黒幕がゼロワンとかね言ってるやついるんだけど、黒幕がゼロワンだけないだろ。もうふわっち興味ないからね、ゼロワン。いや興味ないわけではないけど、今 TikTok やってるから、だから黒幕は関係ないです。はい。事務所は入っていた方がいいです。あとは、家臣くんとかは別に興味なさそうな感じだったね。いいんじゃないかな。ただ俺は直樹くんにアドバイスするなら、どんなに辛くてもどんなにしんどくても1ヶ月2ヶ月は絶対いた方が良かったと思う、ね、こんなビッグウェーブに乗らないと。奈々ちゃんの配信者、奈々ちゃんと絡んでいった配信者って長い絡みがあっての部分だからね。それでパーンって出てる人たちいっぱいいるから。で、1週間で弱音上げてたら、せっかくの、ね、大手の王道ロードをね、それ捨てることになるよ。もったいない。ねえ。例えば誰が？カズクンソーとかツイキャスは奈々ちゃんと絡んでからだよね。うん。養分とかゼロワンも奈々ちゃんと絡んでたでしょ？あと誰だろう？まあ、いろんな人絡んでて、結構みんな大手になってるよね。あ、山田もそうか。うん。ポルポン君は、ちょっとあれは、ま、失敗かな。結構絡んで彼氏になってたんだけど、アンチ作りすぎてた。残念ながらね。あ、ゆめきくん。まあ、ゆめきくんも、だから、その、配信自体が、ゆめきくんは別にそんな絡んでたっけ？まあ、たくさんいるよ。ずっと家にいた？まあ、ゆめきくんは、普通に、今何やってんだろうね。全然放送してないよね。死んじゃったかな。心配です。はい。ジョリーズ見てみろよ。悲惨。いや、でもそれでも人気出てるからね、みんなね。あ、昨日してた。ごめんごめん。はい。体を犠牲にするのもね、いいんじゃない？体を犠牲というか、それはもう登竜門みたいなもんだから。ね。いいと思うよ。笑えるしね。結果は実力次第。まあそうだね。だから正直、こう、奈々ちゃん経由で、きっかけは奈々ちゃんかもしれないけれど、まあ普通に配信が面白いから、そっから伸びてる人たちいっぱいいるもんね。結局、そういうとこです。だから面白くなきゃ伸びません。きっかけは作ってもらえるかもしれない。そのきっかけをものにするのは自分の実力次第ですね。はい、ってことです。まあそんな感じで、直樹くん、とりあえずマネージャーを辞めました。はい、今後はどうなるかは見ものですね。多分家臣くんに一回戻ったんじゃない？あ、でも自分の家、家臣くん、待ってよ、夢聞け、誰だっけ、直樹か。いろんな名前が出てきて、ちょっと、ど忘れしたけど、直樹くんって自分の家あるんだっけ、家臣くんの家だっけ、どっちだっけ。足立区に戻ったんだ。なるほどね。あ、実家にね。そっか、実家のおばあちゃんからもね、小遣いもらってるらしいからね。
おばあちゃんちね。そう。ちょっと待って、ウラパルの DM ね。まあ、恵まれてるよね。情報来たんだけど、ゆいがさんのなんか面接は、ミクパパしか面接できないらしい。ミクちゃんやミクママとか、そこら辺のお兄ちゃんは無理だということらしいね。あとなんかこれ、ツイッターで見たことあると思うけれど、これね、カットくんっていう TikToker が、その従業員をボコボコにしたんだって。ひどいよね。で、逮捕されたそうです。無事。よかったね、これね。カットくん逮捕です。アダムの人。被害者の顔などを複数回殴り、怪我を負わせた男53歳逮捕と。熱海。傷害被疑者の逮捕ということですね。ゼロは暴力しないよ。従業員に優しい社長なんだから。ね。口は悪いけれど、手は出さない。まあ、そんな感じです。まあ、そういうことで、直樹くんのお話でした。ありがとう。じゃあ、ちょっとね、もう時間がないんで、もうちょっと放送、パッて終わります、ちょっと。すいません。じゃあ、まとめますか。ふわっち、大炎上ニュース、まとめ !600 ナイスでまとめます。いけるか、600。65人の方いけますか？すぐサボる。違う違う、銀行行かなきゃいけないんだよ。ね。だから銀行をね、行って手続きしなきゃいけないから大変なんですよ。夜やるよ、深夜。来てね。その分深夜頑張るから。今日はごめん、ちょっと、イベント最終日前日なのに。午前中はいけないって、寝てるもん。ね。炎上ニュース終わった後に深夜枠やるんだけど、深夜枠3時ぐらいに終わるんだよ。ね、そう、寝てるよ、もう。起きれない、午前中に。あと32人いける？来るかーい !29 人。アイテム飛んでないでも仕方ないよね、そこは。ごめんね、短くて。じゃあ、わかりました。もういいです。ふわっち大炎上ニュース、まとめ！ゆいがさんの命日が12月15日から16日。もう、一周期経ちます。ラミアさんの製造確認が取れる。もう年末だねとツイートがありました。くるちゃん仕事を辞めたことが、ツイッターで本格的に報告されました。12月15日、紅白歌合戦。さらに、仮想配信者たちも、紅白歌合戦に対抗して、裏紅白歌合戦をやる予定。夜の7時から。で、ムテキンさん離婚。ミキティさんと離婚しました。で、サプリくんアカウントを削除。その後、サプリくんアカウント復活。メンヘラでごめんなさいと謝罪。直樹くん、藤沢奈々ちゃんのマネージャーを辞めました。で、別に喧嘩別れじゃなく、仲良くね、仲良く、仲良しで、後腐れなく辞めたということです。まあ、そんな感じですかね。卒業ということで。ありがとう、12月もイベントするお父さん。ありがとうす。
まあ、そういうことで今日のふわっち大炎上ニュースでした。ありがとう。そう、1万1000人ね。そうそう。すいません。まあ、そんな感じで今日の炎上ニュースでした。ありがとうね、みんな。はい。じゃ、夜の深夜にまたやるから来てください。お疲れ様でした。いや、ごめんね、今日もちょっと銀行行かなきゃいけない。いつもならイベント前だし3時ぐらいで終わるんだけど、ちょっと急ぎだから、ごめんね、行ってくるわ。ありがとう。いや、相互サイン、そうね、ごめんね、本当にちょっと行ってきます。インディア社打たないよ。表情上3個ありやす。はい。ヤミ、お前録画流してる？あ、坊主ね。うん。じゃあ、ありがとうございます。アイテムたくさん。わ、ありがとう、アイテム。誰だろう。あー、もーちゃん、ありがとう、もーちゃん。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした。パルパール。ありがとうね。